シュワルツコフ魚雷とは、ホワイトヘッド魚雷を設計のベースとし、19世紀後半に、ドイツ帝国の企業、エル・シュワルツコップ芋の機械工場によって製造された魚雷である。この製造者は後に、ベルリン機械製造として知られた。ホワイトヘッド魚雷が鋼で製造されていたのと異なり、シュワルツコフ魚雷は腐食への耐久性を高めるために、製造で作られていた。 1866年、ロバート・ホワイトヘッドは、ジョバン・ニルピスの設計のために働き、ホワイトヘッド魚雷として知られる兵器を完成させた。フィウメにあった、ホワイトヘッドの魚雷製作所は、それから仕事の提携者や、潜在的な顧客のための会合所にもなった。そうした訪問者の一人には、ドイツ帝国の工場、エル・シュバルツ・コップ・イモノ、 機械工場を所有するルイス・ビクトル・ロベルとシュバルツ・コップフがいた。シュバルツ・コップフの最後の登竜日、騒動が工場の製図室で起こったと伝えられている。朝になって部屋に何者かが押し入り、巨雷の設計図が盗まれているのが発見された。ホワイトヘッドはシュバルツ・コップフが事件とは無関係であると主張した。数ヶ月後、シュバルツ・コップフの工場は シュワルツコフ魚雷なる新製品を公開した。この魚雷は非常にホワイトヘッド魚雷と似ており、また実際ホワイトヘッドの企業秘密であるフリコおよびハイドロスタット制御システムを搭載していた。いずれにせよある文献ではホワイトヘッドのことを記述している。リストレインドバイブリティッシュセキュリティーヒーハードツーインベントエアディファレントトープドホザ・ジャーマンズ・コールドザ・シュワルツコフ。 1887年のあるオーストラリア人報告者の書類によれば、シュワルツコフ魚雷の作動状況は以下のようなものだった。この兵器は水雷艇から発射され圧縮空気によって自走した。一本の魚雷の空気は7分、ないし8分で完全に充填できた。またこれは約549メートルを構想させるのに十分だった。作薬に利用されたのは圧縮された。 面火薬で魚雷の先端部に配置された起爆薬によって発火する。魚雷の雷管が抵抗物に命中した時点火される。1898年、アメリカ海軍は12本のシュワルツコフ魚雷を購入し、これは海軍機関による唯一のシュワルツコフ製品の取得となった。アメリカ合衆国海軍に配備されたシュワルツコフ魚雷は8つの部位から作られていた。新艦 弾頭、浸水区画、機質、機関室、胴部、カサハギアボックスそしてビブである。しかしながらこれらは通常4つの部分に分解され、また組み立てられた。頭部、浸水区画、機質、そして胴部である。すべての部位は制動で製造され、機質は90気圧、平方インチの内圧に耐えられるよう特別な品質にされていた。 シュワルツコフ魚雷の一般的な内部構造図。1903年、アメリカ海軍により公表されたザ・シュワルツェコフトープドのマニュアルに描かれたもの。1、新艦2、弾頭。3、浸水区画。4、機室5、機関室。6、胴部。7、カサハギアボックス。8、ビブ。日本海軍は、明治16年に、 ドイツのシュワルツコップフ社から、シュワルツコフ魚雷を購入した。この後、魚雷の生産を開始するべきであるという意見により、ドイツへ伝習院を送り、明治19年に姿勢を開始した。機材の不足により作業が遅れたものの、明治24年7月に第1号水雷、第2号水雷の2本を竣工、同年8月7日には、第2号水雷の発射試験に成功した。 この魚雷の内部構造や材質は、シュバルツコップ腐射性のものを模しており、制動、白動の比率を部位により変えて製造した。魚雷の全四点2 7 4 6 9 k g 気質の内圧は90気圧である。大和、喫射上の試験データでは、魚雷の調低深度3メートル、気質内圧は90気圧という条件で、雷速21ノットを発揮し、400メートルの 距離を36秒528で走った。シュワルツコフ魚雷の導入時には、心式魚雷という名称が使われているが、後には、種式魚雷と呼ばれている。1894年から1895年にかけて行われた日清戦争中、新国海軍と日本海軍はシュワルツコフ魚雷を装備していた。新国海軍は、航海海戦の最中、 自軍の装備していた魚雷を投入する初の機会があったものの、魚雷は一本も目標に命中しなかった。この貧弱な性能は、新国海軍による不適切な兵器整備のためであった。5ヶ月後、異界への戦いにおいて、日本海軍は、新国海軍艦隊の攻撃に水雷艇を送り込み、日本側は、新国海軍艦艇を三隻撃沈することに成功した。これは、 当時の歴史において最も成功した魚雷の投入例である。ありがとうございます。